パラリンピックの正式種目であるボッチャ、東京2020パラリンピックでは日本選手の活躍もあり注目が集まりました。今回このボッチャを専用の道具がなくても家庭で簡単に楽しむ方法を横浜 F マリノスの皆さんと一緒にご紹介します。皆さんこんにちは、横浜ラポールの伊藤です。ボッチャは誰もが簡単にできる楽しいスポーツです。ぜひ多くの方に、ボッチャを楽しんでいただきたいと思います。まず、ボッチャとはどのようなスポーツなのか簡単に説明していきたいと思います。ボッチャはヨーロッパで生まれたスポーツで、語源はラテン語のボールに由来します。重度脳性麻痺者もしくは同等の四肢、重度機能障害の方たちのスポーツとして始まりましたが、現在は障害のあるなしや程度に関係なく誰もが楽しく楽しめるスポーツとして行われています。地上のカーリングと呼ばれており、かなり頭を使い戦略がとても大切になります。1988年の韓国ソウルパラリンピックから正式種目となり、皆様には記憶に新しいと思いますが、東京パラリンピックでは日本の杉村選手が個人戦で金メダルを獲得しました。続いて基本的なルールを説明します。ボッチャはジャックボールと呼ばれる白いボールと赤、青、それぞれの色のボールを投げたり転がしたり、ジャックボールにいかに近づけるかを競う競技です。コートのサイズは縦 12.5 メートル、横が6メートルと定められています。選手は縦 2.5 メートル、横1メートルのスローイングボックスから投球します。また図でグレーに染められている部分はジャックボール無効ゾーンとなります。ここにジャックボールが止まった場合は無効になります。投球権は相手のチームに移動します。ジャックボール以外のボールは無効とはなりません。赤チームは先行、青チームが後攻になります。チームが決まりましたらジャックボールを赤チームが投球します。そして赤チームがボールをジャックボールに向けて1球投げます。続いて青チームが1球投げます。その後はジャックボールから遠い色のチームが投げていきます。赤と青のすべてのボールを投げ終えた時点でジャックボールに一番近いボールの色が勝ちとなります。これまでが1エンドになります。次の第2エンドは後攻の青チームがジャックボールを投げ、その後は同様のやり方で進めていきます。相手チームのボールを弾き飛ばしたり、相手チームのボールがジャックボールに近づけられないように邪魔になる位置にボールを投げます。お互いに駆け引きを行いながら頭脳もしっかり使うところがこの競技の醍醐味です。ボッチャのボールは自宅にあるものを使って作ることができます。横浜 F マリノスフトゥーロの宗近さんとトリコロールマーメイズの陽子さんの2人と一緒に作っていきます。じゃあこれから家で簡単にできるボッチャのボールを作っていきたいと思います。どういうものを作るかわからないと思うので、一応見本に、はい、ここ3つあるんですけども、赤いボール、すみません、作ってください。で、私が白を作ります。じゃあ青のボール作ってください。これはですね、今手元にあります新聞紙とこのテープを使って、はい、小さく丸めながらだんだんこう大きくしていくような形で作っていきます。最初ちょっと新聞紙をですね出していただいて、これ広げるとだいぶ大きいので縮めていくの大変ですから、これ真ん中から半分に、はい、で真ん中折れ線がここにありますので、ここに、はいはい、これをちぎってこう切っていきます。はいはい、うまく切れなくても大丈夫ですので、最終的には丸めてしまいますので、まあ、きれいに切れてますね。で、これをですね、おにぎりを作るように丸めていきます。できるだけ丸めて小さく潰していくような感じですね。
はい、できるだけ強くグッと握って、はい、で小さくなりましたらこのテープを今度使います。テープを少し引っ張って出していただいて、はい、新聞紙をここにつけて一周します。一周丸めます。で切ります。そうですね、一周したら切っていただいて、でこれで一回グッグッとこうまた握ります。テープがついてないところありますよね。そこをにまたテープを一周させるように、はい、一周させたら切って同じ作業を繰り返します。こうですね、はいはい。これですね、大きさですね、みんなの腕の力っていうんですかね、握力によって違うんで、はい、まちまちで結構だと思います。じゃあ次にまた同じくですね、新聞紙の真ん中に今のボールを入れて、またくちゃくちゃくちゃっとこう縮めます。縮めて丸めます。はい、できるだけ思い切りグッグッとこう、はい、やってください。で小さくなりましたら、潰れましたら、また同じようにテープを出して同じように巻きつけます。だいぶ手疲れてきたんじゃないですか。大丈夫ですか？そんなことないですね、はい、自分のペースで結構ですので、はい、一周回していただいて、切っていただいて、はい、またグッグッと潰してください。でまた新聞紙だけのところがありますので、そこをまたテープで、はい、また一周回します。はい、でテープですね、引っ張っているときにテープもグッとこうやると、はい、小さくなってきますので、でまた縮めます。どうでしょう、大きさは。あ、いいですね。はい、目安としては皆さんこうグーをした時の拳の大きさ程度で、はい、できたボールをちょっと見せてもらって、こうやって2つ持って大体同じぐらいになりましたかね。はい、あ、いいですね。大体同じぐらいですね、はい、じゃあこのボールを使ってボッチャのゲームを、はい、この後していきたいと思います。はい、それでは新聞紙で作ったボールを使って実際にボッチャをやってみましょう。ではですね、先攻後攻、最初はじゃんけんして決めるんですけども、せっかく赤作ったので自分のボールで投げてください。で青作ったので青のボールで、はい、まずですね、ジャックボールって白いボールを持っていただいて、コートの大きさがですね、ちょうど畳6枚分ぐらいですかね、はい、そこに軽く白いボールを投げてみてください。はい、はい、で白いジャックボールを投げた方がまた赤のボールのチームですね。白いボールに近づけるように投げてください。結構転がります。あ、いいですね。はい、じゃあ青の方、はい、1球ボールを白いボールに近づけるように投げてください。あー、ちょっと転がしすぎた。はい、転がしすぎたですね。青のボールが場外に出てしまったので、もう一度青のボールを投げてください。はい、次に投げる順番はですね、白いボールから遠いチームが投げます。ですので赤が遠いので赤のチーム投げてください。はい、ボールに近づけるように投げてください。はい、ここからですね、なかなか見づらいんですけど、まだ赤の方が遠いと思いますので赤のチーム投げてください。お、いいですね、気持ちがつながりましたね。はい、青のが遠くなったので青のチーム投げてください。はい、はい、でコートの中に入っているすべてのボールはぶつけて構いませんので、今赤が邪魔だったので赤を蹴って青が進みました。で白に青が、近くなって赤が遠くなりましたので赤のチームがまた投げます。近づけてもいいですし、お、
すごい。あ、場外。場外ですね。じゃあ赤の方どうぞもう一度投げてください。お、来ました。青が遠くなったような形なので、青の方どうぞ。そうですね。今あの自分のボールを近づけるっていうのも、はい、赤のが遠くなったような感じですね。じゃあ赤のチームが遠くなりましたので、最後のボール。はい、心を込めて丸くして投げてください。これで決まっちゃいますよね。そうですね。だまだ分かりません。相手2つあるので、失敗する場合もありますので。はい。はい、おお、来た。はい、場外です。攻めの戦法でしたね。じゃあ、青のチーム、どうぞ白いボールに近づけるように投げてみてください。ああ、ちょっと。はい、どうぞ青のチームもう一度。はい、最後は。はい、いいですね。自分のボールをぶつけて近づけましたね。で、これで1エンド終わりです。お二人、ちょっと近くまで行っていただいて、白いボールに一番近いカラーボールが、勝ちです。おで青が、はい、白いボールに一番近いボールが得点源になります。でただ唯一お互いが赤でも青でも得点になる場合があります。それは赤と青が白いボールにピタッとついてた場合とか、同じ距離にある場合は点数が1対1になったりとか、もしかしたら同じ距離に赤が2つと青が1つ同じ距離にあったら2対1みたいな形になります。はい、そういう形でゲームを進めています。勝ち星じゃなくていかに点数を取っているかっていうゲームになります。ですので点数を計算しながら、最終的に4ゲーム終わった時に何点取れてるかっていう、実際にあのご自分たちで作ったボールでゲームをやりましたけど、どうでしたかね。率直にまずはやっててすごい楽しかったですし、ボールの形がこういびつなのでどこに転がるかわからないっていう、そういう面白さもまた見つけられましたね。いや本当に楽しかったです。ありがとうございました。はい、私も初めてやったんですが、自分で作ったボールでやることがすごく面白かったのと、転がり方がわからないのですごく最後までどっちが勝つかわからないのが楽しかったです。自分が作ってやることが一番楽しくなる原因もありますので、これからもですね、ボッチャ楽しく、やっていただければと思います。またチームに帰ってですね、みんなで作るときには、はい、作り方をちょっと伝授していただいて、みんなで頑張っていただければと思います。ボッチャは室内屋外と場所を問わず楽しめます。本日ご紹介したボッチャの道具は横浜市内のスポーツセンターで借りることもできます。詳細などにつきましてはお住まいの地域のスポーツセンターのホームページをご覧ください。また横浜ラポールではボッチャの出張講座も行っています。こちらもホームページをご覧の上、ぜひお気軽にお問い合わせください。私たちトリコロールマーメイズは横浜 F マリノスのホームゲームではダイナミックかつエレガントなパフォーマンスでスタジアムを盛り上げてチームを後押ししています。またホームゲーム以外では横浜市、横須賀市、大和市で交通安全の啓発など年間を通じて様々な活動をしています。メンバーはトリコロールマーメイズチアリーディングスクールの活動にも関わり、チアの普及に努めています。将来のチアリーダーたちのロールモデルとなり、その活躍を応援します。詳細はホームページをご覧ください。僕たち横浜 F マリノスフトゥーロは J リーグ初の知的障害者サッカーチームとして2004年に発足をしました。フトゥーロはスペイン語で未来を意味し、サッカーを誰もが身近で楽しめる環境整備、障害の有無を超えた活動を目指して行っております。また横浜市社会人リーグにも登録をして健常者とともに試合を行っています。地域のイベントや触れ合いのサッカープロジェクト、サッカー教室などにも積極的にサポートをして社会とのつながりも深めております。気軽に参加していただくこともできますので、興味のある方はホームページをご確認の上、ぜひお問い合わせください。